はい、多分風チャンネルのヌーリオです。今日はですね、藤井風さんが以前インスタグラム、自身のインスタグラムにストーリーとして載せていた藤井風さんの顔になれるあのフィルターの使い方を、あの実際の画面を共有しながらご説明していきたいと思います。もし興味ある方、最後までご視聴お願いします。このチャンネルでは、藤井風さん中心に扱っている音楽のチャンネルとなっています。もし気に入ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、あの今回の動画はですね、以前ちょっと忘れちゃったんですけど、いつか2月末にあの藤井風さんが、インスタグラム、自身のインスタグラムのアカウントのストーリーで、藤井風さん自身が藤井風になれるフィルターを使って動画の投稿をしていました。で、僕自身あのインスタちょっと疎くて、まあ、あの お教えしますって言った動画作ってるんですけど、あの僕もちょっと調べてこういう風にできるんだなっていうことを分かったので、あのぜひ共有したいなと思いまして、この動画撮らせていただきました。で、あの僕自身顔を出してないんですね、普段。なので、まあこの絵を機に顔を出そうかなとも思いましたが、まあ皆さんにお見せできるような顔じゃないなと思って、今回はですね、この日本人なら誰でも見たことがあるあの千円札の野口さん野口英世さんに藤井風になってもらおうと思います。それでは実際にね、ちょっと解説をしながら、あの画面を見せながら解説をしながら、あのレクチャーしていきたいと思いますので、それではあのインスタグラムの画面へ飛んでください。バン、インスタを開いてください。で、ストーリーの画面に行ってもらって、下のこの白い丸の部分を右にしていくと、最後にですね、なんか虫眼鏡マークが出てきますので、タップお願いします。で、そこで藤井風と検索をしてもらうと、左上に、今は左上に藤井風になれるっていうフィルターがあるので、左下の試すボタンを押してください。そうすると、なんと野口英世さんが藤井風になって写真を撮ることができました。で、この写真をストーリーに上げたい方はストーリーズ押してください。で、この右下のこの今白になったボタンを押すと、あの常時使えるようになります。戻っても、フィルターの一番最初のところに、風さんのフィルターがあるってことなので、これを使って、はい、写真を撮ってみました。バンバン風さんの写真を作っていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。風さんに皆さんなれましたか。あの、インスタのね、アカウントの登録とかはしとかないといけないので、ぜひその辺はちょっと調べてよろしくお願いします。まあ、フィルターを使えば自分の顔が風さんになったり、なんかこう他のね、雑誌の有名人とか、それこそ風さんを風さんにしたりできますので、ぜひ楽しんで動画とか写真とか撮ってもらえればなと思います。本日の動画以上となります。もしね、あのこんな使い方あるよとか、実際にインスタグラムで写真撮れましたとかっていうのも、あのあればコメントで教えてください。で、まあ、実はね、インスタグラム、一応、多分風チャンネルのルーリオとしてやってますので、ぜひ、あの、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。で、もしこの動画、あの、気に入ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。